最初4で終わりたい。あ、でもまあ先に決めて勝ったからな。回したいのは分かっても安全策を取らなきゃいけないんだろうよ。なんでこんなに逃げ遅れてんの？いやー、
ディアを取れよ。変だろ、不足の策略で。ここに2箇所あったじゃん、だからさ。使えばいいじゃん。までに美しいよね、ノラモブのもうあの邪魔する、もう発電機の位置もイメージしねえで走る、この凄さ。チェイスのこう何チェイスの力のなさ、ノラってすげえと思うわ。これがノラモブだよ。これ普通のゲーム、普通に勝てるゲームも落とすの5代目だったはずの妨害なかった。ダメなんだもん、毎回さ、うまいところを使ってくれねえでさ、俺の方向に入られんの。毎回5代目の妨害をもらってんの。で、見つかるしよ。いいんだと思うわ、人の発電機の邪魔はする。大体俺側が触ってるってドバイトの倒れ位置でわかるじゃん。ここには1でも来ないようにしてくれなきゃ俺が1変えるしかないじゃん。チェイス箱しかもさ、5台目の発電機の位置に使うんだよ。なんであげれんの、こいつらの装備すれば勝てるわけないじゃん、こんな能力しかないやつだと。トラのヒロさんって知ってる？トラってね、勝てないチェイスになってる理由は当たり前だよ。当たり前だよ。でさ、あそこのさ、桟橋のところが、まあ、あるってなんとなくわかるじゃん。ホワイトが倒れ位置ぐらい見て、で、そっちの方に来るんだね、厳しいからって。いや、使うとかなんか頭ねえのかって思う、こっちは。回そうとする、狙われてる時に一緒に回せるのであって、誰も狙われてなかったら回せねえだろうよ。まずやられなかったりして、どうした？
しょうよ。ねえ、これもあのすごいでしょ、野良って。俺のチェイスって制限かけたチェイスするのに、野良のチェイスは5代目を妨害するチェイスなの。毎回言ってるの。これは逆に見たらどう思う。僕の策略って他の人に発電機回させるためにあるんだぜ。他の発電機回んねえところで走ってんの。ここの位置見りゃいいじゃんっていうやつがさ、家族の策略使ってやったものってマジで。だろうよ、加速の策略って見えてんだろうに。発電機回してる方に入ってるやつなんだ。勝てたゲームなのに。勝てたゲーム、勝てたゲーム。うわー、勝てる可能性あるゲームだろうか。よし、気持ちよく出れる。スーパーレジェンドな。
カメラって見えてんだ、走ってて。その位置が見えてて、発電機の位置も見えし。行けなきゃダメよ。発電機が5台目のところに行かないようにする。ミラーを引きつけないようにする。苦しくてもやる。まあ、プレイヤーがいれば勝てる。前の試合もね、ゲーム成り立てない試合はあの、必要ない。カウントされないから。ちゃんと一人ゲームでは、その前でね、チームプレイ、そういうことで集めてます。ゲームね、プレイヤー、いけるじゃん。ありがとうございます。もう、気持ちよく、ね、私はゲームで。これ、確かにね、別にいいのにさ、負傷状態の前に、の前にレグザー公開で見えてんのに人の位置に来てたら意味ねえだろ。どこ発電機回してるかそもそも見なくたっていいじゃん。トワイトのタオル位置で分かるじゃん、それが回してる。見えてて一緒に回そうとしてるコンタンがダメなんだよ。まあ、違うんだよ。神プレイヤーがいつも言って